えっと今回は自分軸で生きるということについてお、えー、話をします、えーまあ、いろんな問い合わせも来てる中でですねその答えになるかもしれませんので、えー、っとそうですねより汎用的な話にしたいんですけれども、えー、っとなかなか一歩が踏み出せないと現状の外側にゴールを設定しそれでもなかなか一歩が踏み出せない、えー、それをなんとかしたいそういう相談はすごく多いんですねその時に どんなセルフトークがあの自分の中に起きてるかっていうのをぜひチェックしてみたい見ていただきたいなと思うんですねで、えっと、割とよくよく聞いてみるとですね、えー、なんとなくこういう感じの方が時々いらっしゃいますいいとか悪いとかじゃないですよあの、うん、こうしていいでしょうかとこれで合っているでしょうかというふうにあの許可を 自分以外にに他人に求めるマインドですよねこれは、えーっとまあ、学校教育が原因なのかあの社会に出て組織の中でずっと,、えー、っと生活してたり仕事してたりするとですね、えー、上司の許可を得ないでなんか自分の勝手にやると、まあ、あのやめとけとか叱られたりするそういうような記憶が積み上がっていくとですね何かやるときに特に新しいことをやるときに えー、他人ですよね、まあ、上司だったり、お客様だったり、許可を求めてしまうわけで、すねそうすると、うんまあ、一応、確認をした上で仕事を進めてる、作業を進めてるということで、問題なく進められるからということが、どうもプログラムされてしまうわけです、頭の中に、ただし、このコーチングで自分自身を思いっきり変えるということは、どういうことかっていったら、自分の人生は自分で切り開くっていうことを、もう一回考えるということですよね。 えと会社の中では、会社は定年までだし、えー、とその先の人生も結構長いわけですよね、自分の人生は自分で家事を握るとで、自分軸で生きる、他人軸ではなく、えー、自分軸で生きるというのはどういうことかといったら、自分の人生の舵を自分でしっかりと握るということに他ならないわけであって、自分の人生の舵を他人に握らせてはならないということですよね。えー とまあ、もちろんその組織の中で仕事をしていく上で、作業をしていく上えで、えー、上司の許可を得たりとか、一応、確認を取ったりするというのは、それはとても大切なことなんだけれども、一方で自分自身が設定したゴールに対して、えー、これでいいのかな、あれでいいのかなっていうあの、自分に対する問いではなくて、他人に思わず聞いてしまいたい、例えばあのコーチングのクライアントがコーチに対して、これでいいでしょうかねって、どうしてもあの聞きたくなる。 気持ちは分からないではないんですけどもいや自分で決めることですよとゴールは自分自身で決めていくんですねクライアントの,あのゴールを探すのにコーチはサポーター当然するけれども、えー、とまだまだ見つからないのであれば見つけ方の、ね、サポーターするけれども結局は自分自身で見つけていくこと自分自身でゴールを設定していくこと なので、えー、とこれもコーチもあの応援はする徹底的に応援はするけれどもコーチが何かしてくれるわけじゃないです許可も出さないわけですで,できればこのコーチングを学んで自分の人生を思いっきり切り開くぞというふうに決めてあの学んできていると思いますこの YouTube にたどり着いている方皆さんそうだと思うんですけれども、えーまあなた自身が自分自,し自,分自身の人生の舵を自分で握ると決めるのであれば 自分自身で自分に許可を与える、そういうようなセルフトーク、そういうようなマインドに切り替えていく必要があるということですね。えー、他人に許可を得るのではなく、自分自身で自分に許可を与えるということ。だこれでいいですか、これで合ってますかって、どうしても人に聞きたくなる気持ちはわ、あのー、からないではないんですね。そういう思考になってしまう、えー。自分もサラリーマン生活長かったんで、どうしても確認しなきゃいけない。そうなると なかなか新しいことって言いづらくなったりするわけですよね、えー、現状維持になってしまったりとか、あのとんでもないアイディアが浮かんだとしても、なかなか上司に打ち明けられなかったりとか、あどうせこんなこと言っても無理かなということで、自分の中で押し殺してしまったり、そういう経験も過去にありますけれども、えー、といや、コーチンを学んで、それを自分自身で未来を切り開くときには、もうこのマインドは不要なんですね。 そこはうまく切り替えていくことが必要ですよと、えー、これはもう繰り返し学んできていることだと思いますけど脳には現状維持がプログラムされてますプログラミングされてますだから現状から外れることをすごく嫌うわけですよねそれでもその現状のコンフォートゾーンの外側にゴールを設定して思いっきり人生を変えていくということはそういうマインドの使い方を変えていくということですから えーまあ、その,あの一歩ずつどのようにやっていくかとか、今後どとの移行させるための、えー、方法論というのはあの、今回は詳しくは説明しませんけれども、そういったことを散々皆さんも学んできていると思うんですね、そから、えー、自分自身で決めていくで、自分自身で許可を与えていく、で結果としては他人に、えー、自分の人生の舵を握らせない。 っていううこととで言うと何が起きるかって言ってたら、えー、と自分で決めた方向に進んだ時にうまくいくこともあればうまくいかないこともあるわけですね。そののにやっぱ出てくるのは自己責任って言葉ですよね <laughs> あの、えー、自己責任っていうと非常にこうなんていうんでしょうあのうまくいかなかったら自分のせいだから、えー、としょうがないでしょっていうふうなマイナスに捉えられがちな言葉かもしれませんけれども自分の中では逆に。 プラスななな側面もたくさんんあるんじゃないかなと要は自分の判断で自分の,あの握った舵を切って、ですねこちらの方向だって言って仮にあのうまくいかないこともあればうまくいくこともあるわけですけどもうまくいったときにはその成果は自分の成果なんですよね、これこそあの自己責任のプラスな側面だと思います。 だからあのう,まうまくいかないことを前提に自己責任って考えるのではなくうまくいった時の成果はやった,自分の、ね、あのやった判断が正しかったら自分の能力が引き出されたって思いっきりエフィカシーを上げるそういうい瞬間も当然出てくるわけであってこれも含めてあの自分で結果を受け入れるということですね、もちろんいいこともあの多々あるわけですよ当然ながら当たり前ですけど。ということで、えー、とぜひ、えー、先送りせずにこの瞬間に よしこれだゴールに向かうチャンスだと思ったら思いっきりあの行動を起こしていく一歩踏み出していく、えー、そのチャンスをつかみに行くというね行動に移してい、えー、くのがいいんじゃないかなと思いますで能力はたっぷり眠ってますからねあの過去は関係ない、えー、未来を思いっきり変えるためには自分の中に眠っている能力を思いっきり引き出せばいいその方法論もこのコーチングの中に、えー、入っているわけであって、えー、その たっぷり眠ってるその能力ですね潜在的に、えー、な能力をです、ね、思いっきり引き出していく方法もまさにこのコーチングを実践することによって、えー、そういうことができてくるんですよということを理解して、えー、あなたの中に能力がたっぷり眠ってるということを確信しながら、えー、ぜひ一歩を踏み出していきましょうまさにクリエイティブアボイダンス先送りするとかねあのやらなくていい理由を徹底的に考えるとかそこでクリエイティビティを使うのではなく ゴールを達成するためには、えー、どのようなことをやっていけばいいんだろうかっていうところにクリエイティビティ、創造性を発揮していきましょう。その瞬間に、おそらくというか、そのタイミングで、えー、能力がどんどん引き出されている、そういうことが起きていきますよということですね。これは脳のからくりなので、えー、ぜひ、ここはもちろん理解していると思いますけれども、改めて確認しておいてください。ということで、ぜひ自分軸の人生で生きる。 で自分で自分のそのに対して許可を与える、そして自分の人生の舵は自分でしっかりと握ると、他人に握らせてはならないぞということをもう一回確認してですねあの、ゴール、もしくはゴールに向かうその一歩をえ、この瞬間、確認してみてください。えー、今日は以上でです。ワクワク様でした。